皆さんどうもこんにちは。今日も始まります。今日のウイスキーがこちらじゃん。白州10年です。これは今まず買えないです。まずお店では買えないものになります。2013年に終売してます。それを僕は好きで持ってました。それを今日開封レビューしていこうと思います。まずこの白州は何ぞやっていうことからなんですけど、白州はサントリーが出してるウイスキーです。これは山崎に続いて1973年に山梨の北杜市というところで開設されたのが白州蒸留所です。でその南アルプスの天然水で仕込んで起爆発酵をさせて直火蒸留をしたモルト原酒を使ってるのがこのシングルモルトの白州なんです。今ではまず見られない幻と言ってもいいのかな。だいたいインターネットではこれが2万円から3万円ぐらいで取引されてます。もう今はないんですけどね。ラインナップとして白州の年数表記のものがないものとこの10年で12年18年25年の5種類で通常ラインナップはされてました。ただし近年原酒不足もあって年数表記のものがどん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 なくなってしまっております。この白州10年も2013年に山崎の10年とともに生産が終了しちゃったわけです。それでもやはりこの白州の10年が好きだという方が多いので今ではプレネで取引されてます。今では白州のラインナップとしてはノーマルの白州ですね。年数表記のない白州、それで18年にいきなり飛びます。で25年、この3種類になってしまっております。じゃあこいつを開封していこうと思います。はい、関係なくこの新品をガツッと開けてガツッと飲んでいこうと思います。開きました。はい、開きましたよ。おお。そしたらまずこのリーデルグラスで飲んでいこうと思います。入れていきます。おお。うん、この白州の特徴としてやっぱりウイスキーの液色がすごく明るいんですよね。逆に言えば薄い、色が薄いんですよ。すごいクリーンな色をしてて綺麗で透き通るような色をしてるんですね。香りを嗅いでいきます。おお。はい、もう白州10年でしかない香りだと思います。すごくフレッシュなアロマで青りんごとかみずみずしいなんか果物ですかね、そういった香りがまず開きます。ここからだとまだそのフレッシュなリンゴとか青リンゴの香りしか嗅ぐことができないので鼻を近づけてテイスティングしてみたいと思います。はい、やはりこれ仕込んでる時に起爆発酵をさせてるのですごくなんか森林にいるような木みたいな森の匂いがするっていう、この白州のキャッチフレーズは森香るとかそういったキャッチフレーズだったと思うんですけど、まさにぴったりです。森の中にいるようなすごいフレッシュさあふれる香りに包まれます。鼻を離して嗅いでた時と同じで青りんごだとかそういったミント系なのかな、ミントっぽい香りがします。山崎ではあまり感じなかったんですけど白州ではピート香がしてきます。みずみずしい果物とあとミントの香りでピート香の程よい香りが全部マリアージュされてます。それじゃあテイスティングしていこうと思います。いただきます。はい、まずミントの香りとそのラウリングの香りがバッとくるんですけども、アルコールの辛さはあまり感じません。でそこまでこの白州はそして甘くないですね。山崎と違ってそこまで甘さはないです。おそらくその爽やか系な感じがするのでミントの香りもしますし、それこそピートの香りもしますから自然なレベルの甘さっていうレベルなんだと思います。はい、それではやってきました。これで4回目なんですよ。4回目まで来るとなんとなく一気飲みした後に来るそのきつさっていうのが分かってるんである程度覚悟は決まってきました。さあつべこべ言わず、じゃあこのグラスでのテイスティングレビューをしていこうと思います。じゃあ注いでいきます。あー、やっぱ液の色見ていただければ分かると思うんですけど、もう薄いっすよね色が。といってもいつもこの今照明使ってるんですけど、照明のせいで基本的な液色が薄く見えちゃうんですよね。全部の動画に共通して普通の
液の色よりも薄く見えてしまう特徴があるんで、よりこれは多分カメラで通したら薄くなってると思います。あまり色は当てになりませんので気にしないでください。香りはこのグラスに入れるともうすごいです。もう森の中にいるって感じですね。ほんとその通りです。じゃあいただきます。覚悟を決めろ。来たよこれ。また来た。うまいからいいけどさ、もう慣れたよ。そろそろ一番最初にやった初回の竹鶴はもう衝撃的だったんですけど、やはり毎回思うんですけど、これをやった後は心拍数が上がりますね。血圧がすごい上がってるんでしょうね。いつまでできるか、この動画もいつまで続けられるのかちょっと心配なんですけど、そう、まず評価をしたいと思います。でこれでグラスで一気飲みした白州の香りは、不思議なことにヒノキの香りがすごいしてますね。マス、日本酒をマスで飲んでる時みたいな、ああいう感じの木のいい香りがするんですよね。まず一番最初に思ったのがそれですね。で次に思ったのは、ガブ飲みしたんですけど甘くないです。やっぱりすっごくさっぱりしてて、今鼻の中はそのヒノキマスで飲んだ日本酒みたいな香りがしてますね。はい、それでは総評です、どうぞ。はい、ということでこちらの白州10年の評価は64点でした。これからウイスキーを始めようかなとか、何か美味しいお酒がないかなって思われた方はぜひ飲んでいただきたい銘柄なんですけども、この白州10年は手に入れることがもうできないんですね。なのでネットでポチったりとかそういう方法でしか買えないんですけども、これの今12年ももう終わっちゃってるんで、年数表記のない白州をまず買って飲んでみていただければと思います。で僕はその年数表記のない白州を今後また動画でアップしますので、そちらの方が参考になるかもしれません。今回これはウイスキー好きの人が「お白州10年じゃん、こいつこの白州10年今から開封して一気飲みする気か」みたいな、そういった企画なんで、そういった方々向けに発信している動画になってしまったかと思います。それでは次の動画もぜひ見てください。それでこのチャンネルが少しでもちょっとでも構わないんで面白いな、こいつ見てやってもいいなって思ってくださるんであれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次5本目、次回もまた見てね。バイバイ。